団結せよ。アイドルチャンネル始めていきたいと思います。10月22日火曜日、はい。今ね、絶賛ね、スクールウォーズのね、テーマ曲である朝倉美希さんのねヒーローをね iTunes でね落として、ひたすらね、もう日夜、車の中、ね仕入れ行く時とか、まあ、ちょっと時間が空いた時とかですね、ずっとエンドレスリピートしておりますけれどもね、めちゃめちゃね、テンションが上がるわけなんですけれども、でまあね、あのスクールウォーズでね、今一番会いたい人はね、まあ、山下真司さんね、有名人で今一番会いたい人はね、山下真司さんでね、そのモデルとなったですね山口先生ですねが、まさかのですね、ちょっとね、なで型ロックフェスでね、朝倉美希さんをね出演してほしいということでね、ね倒産寸前居酒屋がね大富豪になったら、ね5000万ぐらいかけてね、地元安岡のね武道館でね、なで型ロックフェスをしてとね、Facebook でねのたまわっておりましたらですね、そしたら、京都のね京都に今いらっしゃる、高校のね大先輩ですね、もう今70ちょいぐらいですね、の先輩からですね、なんと京都でね、東伏見高校のね山口監督と、僕はね京都で今知り合いになってると。で山口先生はね、たまに山下真司さんが遊びにね来ると話しされていますというふうにねコメントをいただいてね、うわーつながったーと思ってね、いやーちょっとなんか山口先生のね直筆のね、真は力なりのねサインがめちゃめちゃ欲しいんですけどとね思いながらですね、わー 大先輩とねちょっとこう間接的にですけどね、まさかのスクローズのね、山下真司三役のね、山口真司さんが山下真司さんが演じるね、山口先生、とつながりましたとねいうことでね、ちょっとブワーッとテンション上がったんですけどね、まあそんな中ですね、そのね、朝倉美希さんのヒーローをねもう聞いてたらめちゃめちゃテンションが上がるわけなんですけれどもね、いやーなんとかしてね、下関でねライブができんもんかいのと思いながらですね、で結構ねそのね大富豪っていう方はねたくさんいらっしゃるけれども、なんかそうやってね、まあ自分のエゴでって言ったらあれですけれども、まあ自分のね、もう本当に趣味だけでこうね集めてもというかね、それで来てくださる人なんてのはまあいないでしょうけれども、まあちゃんとした企画としてですね、まあ筋道が立ってて、なおかつまあ自分のね好きなもの、をそうやってねなんか、イベント化してですね、わーっと楽しむみたいなね、お金持ちってあんまいないのかなと思ってね、なんかそういうね子がやって、個人がね動いて、やってるような、ね、イベントってあんまりないなと思ってですね、なんでお金持ちはそういうことをねしないのだろうと、ね、細々とねそんな みんなに見せるもんじゃなくて個別に呼んでやってんのか、なんかそういうのはねどういう感覚なんかなと思ってね、ふと、自分がねもし大富豪になったらね、お金をかけてね地元でイベントしてえなとはねちょっと思うわけなんですけれども、本当のお金持ちの心境ってねどんな感じなんかなとかね思いながらですね、いろいろ思ってたわけなんですけども、まあそんな中ですね、まあスクールウォーズでもねよく言われますけれども、ワンフォアオールオールフォアワンね、と言いますけれどもね、もう今のね日本というのはねもう完全にね、まあ、宗主国にね分断されて、昔は、ね、団体というかね、他でね集団で勝負してたのが、まあ、日本国民なんですけれども、まあ、それがですねもう今核家族化ね、そしてあのね欧米よろしくの、ね、いつまでも家にねいるのはね、出せんだよとね、自立してからね自分でね家を構えてね、一人暮らししなさいみたいなね感じでこうバラバラにね、分けられてですね、まあ、分けられたらですね個別にね、お金がかかるわけなんで、余力がね個々の余力がなくなっちゃうから、昔はね、おじいちゃんからねおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん、でね孫の代までね、なんやったらひ孫の代までね、もう一軒家でねわーっとみんなでね生活してたから、お金がねかからなかったわけなんですけれども、今バラバラに、ね、なっちゃってますので、そうじゃなくても、ね国民負担率がね 47.何%ですね、の中ですねバラバラでね生活しててね、なおかつね個別で勝負してる、わけなんでね、でもうだんだんですね、まあその会社員のね、まあ、ロイヤリティもなくなりね、貴族意識もなくなり、なんだったらもう転職ね、もう1年目からね、まあ、なんかいいところがあったらもう転職しようかってね、まあ、考えてる若者をねばっかりですからね、もう一つの会社で、まあ、勤め上げようなんて気はさらさらないし、まあ管理職に、ね、なりたい人もね、まあ、ほとんどいないだろうと、ね、管理職になったってね大して給料上がらんのに責任だけね、持たされてですね上からは言われ、そして今ね下からもね
モラハラパワハラね、上の人がね逆に下からねモラハラパワハラを、ね、受けるような、時代になっておりますので、まあ、そんな理不尽をね真ん中でね受けてこの程度の給料でねそんな下のね育成までできるかボケというね、もう今ね日本に なっておりますけれども、ね、でなおかつね、もうね企業スタートアップやスタートアップやって言ったらねあとはフリーランスやフリーランスやって言ってねもうただのねあの個人事業主やねんかとね、何でもかんでもね、ねベンチャー企業やってねただの中小企業やねんかとねもうなんかねあの横文字で言ったらかっこよくね聞こえますけれどもまあだん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 ちょっとなんか規模がねちっちゃくさせてね、なんかねもう全然力遅いでみたいな感じになりますのでねじゃあフリーランスになってねこうで勝負したってねたかだかね、知れてますしねじゃあ自分でね、一人でねスタートアップしたってね、まあ、たかだか知れてるわけなんですよね。で、まあ、今ミニマムでね起業される方がね、まあ、飲食店等もね多いですけれども、まあ、所詮ねあの個で勝負したってねたかだかね売り上げなんか知れてるわけなんですよね。ね昔のねランチェスターの法則ね、強大な敵にね対抗するためにはですね1対ね、多数ね、まあ、1対3ぐらいですね、まあ、昔の太平洋戦争でもですねゼロ戦ね、と対峙するときはですね、ね3キロ当たるよみたいにね1対1はやるなというような感じでね、まあ、ランチェスターの法則で、やねあったわけなんですけれども、まあそれをねなんか日本はねもうちょっとね分断化されてねもうバラバラにね勝負させられておりますので非常に、まあ、生産性の向上という割には、まあ、どん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 ねミニマムになってねもうチャチーね集団の集まり、まあ、集団でもないですね個にね、させられてですねもうこうね細分化させられておるわけなんでねこの団結ということをね日本から奪われておりますのでもう団結できないね、国民になってしまっておるわけなんで、でまあ田舎でねまあ下関でも言ってもですね上のね、層とね階層とですねまあ下のね下々の階層ですね、で言ったらもう全然ねもう開きがありすぎてねお互いがね分かり合うのはねもう絶対不可能やろうなってねまあ間で見ててねまあうちも私ももうゲのゲなんですけどもまあ客観的にねまあこの居酒屋ポジションのねこうちょっと俯瞰してね見てるとですね絶対混じり合わないやろうとね価値観の共有なんか無理やろうっていうところまでもうね貧富の差が開いてですね、こうねお互いの価値観がねこうすり合わせをする、ことはねもう不可能なレベルになっていると思い個人的にはね思っておりますので、まあ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 ね日本はね分断されたなぁとね、思うわけなんですけどもね、いやー本当にね、宗主国様にね本当に戦後ね、好きなようにやられておりますけれどもね、まあそれがねもう今最近で言ったらねもう目に余るようなね、感じでね日本のね富を吸い上げてね、本当にねどん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 日本人はね貧困化が進んでおりますのでね、まあ個で勝負したところでね、何もできないわけなんでね、もう日本人はね団結せよとね、まあ商売においてもね、個で勝負してもね宝が知れてますので、やっぱね集団でね勝負しないと、ね勝てないわけなんでね、まあね、まあスタートアップっちゃね聞こえはいいしね、外部委託とかね、まあ、そういうね、まあ、コスト削減でね、まあ、管理もしなくていいから楽だって言いながらもですね、まあ、それじゃあ、なかなかね、全部アウトソーシングって、ね、言ってもですね、まあ、それはそれでいいんでしょうけれども、ね、根本的にはですねやっぱりね団結しないとですね、成果はね得にくいわけなんで、見事にね、個でね勝負するような、国民に、ね、なってしまいましたので、まあ、どん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 ねより貧困が進んでね、いくんだろうなと思いますよね。まあ、集団で勝ち得たね果実をねそして分断する方がね手っ取り早いのに、まあ、個でね取りに行ってもねなかなか取れないですからね、どん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 ねあの利益っていうのはね、もう少なくなるわけなんで、まあ本当にね勝負したところでねたかが知れてるやろうというのはね、でまあ先ほども話した通りですね、まあ若い子はですねまあそういう責任あるねポジション、まあ中間管理職とかね管理職の方に、なりたがらないわけなんですけれども、まあこれはねね個人事業主とかねまあ中小零細のね、まあ経営者にもね当てはまるような感じですけどもね、まあ個人事業主とかね中小零細のね、経営者なんかね大手のね、管理職ねとあんま変わらないというかね、まあ本当にね取引先からこうやられね従業員からやられとかね、まあいろんなことでねまあまあ板挟み状態でね、で自分が利益があるんかつはね、自分の利益は吐き出してね、
支払いに回し、従業員の、ね、給料に当てというようなね、状況で、なんか最近ね、あのインスタ開けたらね、なんかスレッズがね、見なさいみたいな感じでね、強制的になんかスレッズの方にね、誘導するようなね、機能がついてますけれども、まあそれがなんか別にスレッズ使ってないのにパーって開いたら、なんかね、もう飲食店経営者のね、なんか愚痴みたいなのばっかり出てくるわけなんでね、どういうアルゴリズムでね、私にそれを見せたいのかなっていうね、感じですけれども、ああ、そんな見てたらですね、結構ね、その個人でやってる人たちのね、もう本当にね、阿鼻叫喚ね、共産もう本当にね、あもうきついと、もう支払いだけでね、終わりやと、消費税がきついとね、でね、もう本当に支払ったら終わりやみたいなね、まあそんな、あ分かる分かる分かるみたいなね、まあそういう、まあ同じようなね、境遇の方々がね、湧いてきてですね、どんどんリップがペーってね、増えておるのを見かけてですね、あやっぱね、怖いところはみんなね、まあ大変なんやなと思いながらね、まあ金ぐーっと回してるだけみたいなね、感じなところが、まあほとんどだと思いますので、まあ、そんなに余裕を持ってね、経営をされているような、まあ、中小零細ね、個人事業主ね、まあ、田舎ではほとんどないとね、思いますのでね、まあ、こうね、まあ、していくと、まあ、そうかと思えばですね、まあ、個人事業主にとってですね、まあ、ペイペイ様がね、入金日がね、遅れるみたいなね、ちょっとな長くなるみたいな ね、後出しじゃんけん、ゴールポストをね、動かされましたよみたいなね、案件もね、ありますので、そういうね、キャッシュレスも、最初はね、まあ、無料だから入ったけれどもね、有料になり、さらに、ね、その引き出せる、ね、金あの間隔も、ね、どんどん長くなりますよという、ね、感じになってですね、資金繰りが、ね、ちょっと、ね、回らなくなるような、ね、お店も、まあ、これから、ね、増えてくるんだろうなというふうに、ね、思いますので、まあ、日銭だったら、ね、もう、はい、今日とりあえず売り上げがもうすぐ、ね、支払いに回せますよというのができるけれども、ね、月末締めの、ね、翌月払いとかだったらね、その間のね、お金のね、回すのはね、どっかから借りてこないとね、回らなくなっちゃいますので、まあ、キャッシュフローね、回らなくなっちゃいますので、まあね、日銭がやっぱね、一番ええわなと思いながら、しみじみね、まあそういうのをね、見ながらね、あ日銭ってね、ありがたいなと思いながらね、まあ一応現金商売でやっておりますけれども、やっぱ日銭がね、まあそのね、現金商売のね、強みやなというわけでね、まあ、日銭、月銭、年銭って言いますけどね、まあ、日銭が大事ね。で、月に入ってくるやつもね、大事。そして年でドカンと入ってくるような、そのね、3パターンがね、自分でね、持ってればですね、一番強いってね、まあ、教えていただきましたけど、大先輩にね、教えていただきましたけれども、まあ、マジやろうとね、日銭はね、まあ、こういう、自分がね、やってるようなね、まあ、ね、居酒屋が日銭。で、月銭で言ったら、まあ、例えば、サブスクとかね、あるいは、まあ、家賃とかね、不動産持ってる人やったら家賃とかね、で年銭とか言ったら、まあ、その配当とかですかね、年1回の配当とか、まあ、年1回ね、利確するとかね、そのキャピタルゲインとかね、インカムゲインとかで、バーンとかね、もらうとか、そういうやつですかね、まあ、そういうので、まあね、そういうのをトータルでね、こうお金のね、入ってくるね、時期のやつをね、こう組み合わせていくと楽だよってね、いう教えをね、いただきましたけれどもね、マジでそうやろうと思いながらね、まあ、日銭のね重要さっていうのはね、本当に最近ねつくづくね痛感しますからね、これ本当にね1ヶ月ぐらいね間ね入ってこなかったらねめっちゃ厳しいなってね個人的に思いますしね、まあ本当に、まあ、消費税もねこの間ね9月かな、まあ、落ちてましたけれども、まあ消費税きついですよね本当にね、まあ、そんな中ね、朝倉ね美希さんのねヒーローを聞いてねこうねもう涙を流しながらね勇気をもらっておりますけれどもね、まあ本当に音楽ってすごいなと思うのがですね、まあ本当にコルチャンカの時ですね、お弁当をね2年ちょっとね、お弁当屋さんね、本当にほとんどねもう睡眠時間もなくね、もう朝眠たい状態で来てもうほとんど死んでるんですけどね、こうね音楽全開でね、まあ当時はワンオクロックのね、初期のね、ちょっとねハードのやつをね、バーンね、もうスピーカーからね、爆音流して、無理やりテンション上げてね、弁当の準備をしてましたっていうのでね、うわーっとね、元気をもらったんですけども、今のね、もうリアルタイムのね、今の現状で言うとですね、まあ、朝倉美希さんのね、ヒーローを聞いて、わーっとね、めちゃめちゃ元気をもらってですね、よし、頑張ろうとね、勇気をもらうわけなんですけれども、まあね、スクールウォーズからね、学ぶことは多いなと思いながらもですね、まあそうやって、なんかね、イベントやりたいなとね、いう、この間のね、イベントも楽しかったんでね、いや、ほんと規模をでかくしてね、予算をね、かけてやるとね、めっちゃね、楽しいやろうなと。で、自分のね、好きなことをやれるという、こうね、状態だとね、めちゃめちゃ制約なしでね、できたらめっちゃ楽しいやろうなと思いながらね、まあそういうね、まあちょっとなんか夢をね、
持たないとね、まあなんかやりたいことはね、まあ、あれこれね、考えながらね、やっていかないとね、まあ楽しくないんでね、まあね、倒産寸前居酒屋がね、大富豪になるまでというね、副題がね、このトリマンチャンネルもね、つきましたのでね、まあ、うだうだね、こうやって、まあ今日も暇やったって、まあ今日もね、結論から申しますとね、めちゃめちゃ暇だったんだけども、まあちょっとねバイトが飛んでね、まあ人手不足でやったんで、まあ2オペね、私入れて2オペだったんで、でまあ暇やったんでね、別に2人でね全然回せるような、状態だったんだけれども、ねこれで満足してたらもう規模がちっちゃくなって全然金残らずに何もできないで終了ね、コンビニバイトに負けますよと。なんやったらね、その時給1500円時代になったらですね、本当に普通にね、働いた方がね、金になるやねんかという世界観に、なると思いますので、まあ規模がちっちゃいイコール、ね、夢が持てないね。まあ夢のあることをやろうと思ったらやっぱね、種銭がいりますので、ジェジェコがいるんやと。ね、アホなことにね、金をかけた方が楽しいというね。まあ昔のね、テレビを見てもですね、アホみたいにね、予算つけてるから、まああんだけね、楽しい。しかも規制がなかったから、あんだけね、もう好き放題ね、デタラメができたわけなんですけれども、もう今はね、コンプライアンスね、で予算削減ね、なんでね、こうワイプやらね、ワイプとかね、ひな壇とかね、もう金のかからないようなね、つまんねえね、番組ばっかやりやがってというね、世界観ですけれども、まあそうやってね、まあ、制約なしでね、しかも金がかけれたらね、楽しいことができますので、やっぱ金ってね、必要なわけでね、で、やりたいことをね、やりたい時にね、やるという、やるためにはですね、金と時間と健康が必要なわけなんでね、まあそれに向けてね、まあとりあえず金がいるやろとね。で、金があればね、人を雇ってね、まあ商売もできるから、そのね、自分の体をね、開けれますからね、時間も変えると。そして健康をね、維持するためのね、まあそういう、食習慣とか、まあそういうね、お医者さんにかかれるとかね、金がなかったらね、医者にもかかれませんからね、まあそういうこともできますので、やっぱ第一にね、金はね、稼がないと、夢もね、持てないと、ね、叶えることもできませんよ、っていうことなんでね。まあ本当にね、こうね、ぶら下げられたね、人参に向かってカーってやっとったらね、まあ頑張れるわけなんですけどもね、まあ昔のね、まあ何ですかね、三国志でもありましたけどね、防梅死活、とかね、言いますけれどもね、はい、この坂を登っても喉がカラカラなね、兵を率いてね、もう歩けませんって言ってるのを、この坂を越えたらね、梅の木がね、いっぱいあるから、それをね、食べなさいっていうのはね、想像したらね、じわーっとね、唾液がね、出てきてから頑張れてね、乗り越えたと、みたいなね、故事がありますけれども、まあ、それとね、まあ、似たような感じでね、まずはね、妄想ね、して、そしてね、それをリアルにね、頭の中に描き、そしてね、ね、こう、登ったらね、何もなかったじゃね、いけませんけれどもね、そして、ね、金稼いでね、できた時はね、めっちゃ楽しいということになりますので、まあ、やりたいことをね、何でもね、できるためにはね、金がいるなというのをね、改めて思いましたしね、この間の、トリマンチャンネルオフ会でもね、将来の夢でね、やりたいことを全てやるという、ね、方がいらっしゃいましたけれども、わー、マジやろうと思いながらね、でもその方はね、それをね、本当に有言実行できるだけの、お金もあるしね、そういうね、行動力もあるから、まあね、本当にそのままね、できるんだろうなっていうふうにね思いますからね、わあそれをね、できる体制をね、作ってるのがねすごいなと思いながらね、もうただただね、リスペクトやなと思うわけなんですけれども、まあ本当にね、個でねもうバラバラにねされてますからね、分断されてますから、今の日本ってね弱っちいなと思いますよね。はい、というわけでね、まあそのね、お店にしてもですね、まあ、ある程度ね人を抱えてですね、できればね、ワンフォアウォール、オールフォアファン、ワンのね、本当にね、スクローズね、精神でね、できたらね、めちゃめちゃ強いんだろうなと思いながらね、団結、なかなかね、今団結できないような時代になってね、まあそのね、企業においてもですね、コンプライアンスね、パワハラね、セクハラね、モラハラね、ハラハラって言いますからね、何もできねえやないかとね、軍隊ですらね、ね、モラハラパワハラって言われる時代でね、軍隊でもね、パワハラとモラハラがね、ダメやったらね、何もできんでという世界観なんだけど、それもダメっていうね、まあそれは日本だけじゃなくてね、よく
来られるね、韓国人のね旅行者来られますけどね、まあみんな徴兵ね、男の子行くわけなんですけども、その時のね徴兵の話をね、聞いてもですね、いやそんなきつくないですよってね、なんか言ったらねチクってね、あのその上官飛ばされますからっていうようなことを笑いながら言ってますからね、わあこれね行けって言ってもね誰も行かんやろうなとね、お前が行けって言われてね、上官だけ一人でウェーってね行かねえけんというようなね、状況になりそうなんで、もう世界全体がねなんかそんな感じになっててね、まあ団結できないようなね感じになってんだろうなと。アメリカさんですらでね、もう今分断ねして、ねもうないねな中でも国が割れようかっていうようなね状況になってますけれども、まあそれに比べたらまだ日本はねマシなんだでしょうけれども、まあ昔に比べたらですね本当に団結するようなね流れで、まあ教育のにおいてもですね、昔やったらまあそういうね、まあ、工場でね入ってね、みんながね真面目にね、こう平均的なね能力を持って、ね仕事ができるようなね量産体制ね平均化されたね人材が社会にね送り込まれておったわけなんですけれども、まあねあの個性が大事やって言われてね、まあ個性という名の、まあ、なんていうかな、スタンドプレーというかね、まあ、なんていうかね、まあ、それでもいいんでしょうけど、まあ、その一部の、ね、本当にできる人は、そのままね、できるけれども、もともとね、その昔だったら、これしかできない人も叩いね、こう、頑張れ頑張れってね、こうやって、こう、ね、これぐらいまではね、上げれたのを、もう今ね、上げれないようなね、まあ、なんか流れになってますから。できるやつはできるやろ、まあ、上に行くけど、できないやつはもうずっとね底辺をね這いつくばってるような、まあ、ちょっとねなんか優しくないようなね、教育になってますので、本当にね分断が進んでんなと。できるやつはもうどこまでも上に行くけれども、中間層はねもう教育の段階でね、分断されておりますので、破壊されておりますので、もうなんかねできるやつとできないやつっていうのはねはっきりねもうその社会に出る前からね分かれてるなっていうのをねちょっと、ね居酒屋の店主のねまあ、視点ですけれどもね、こう街を見ながらですね思うわけなんですけれども、まあそれがねそのまま社会に出てねじゃあ、まあ団結できないから、まあ、そこでね、勝負はできないよというようなね今現状になってますので、いやマジでね、ここでね戦っても勝てねえとね、団結しないとね、強い敵には勝てませんよというね、真は力なりとね、ここでも真は力なりがね、山口先生の真は力なりが出てくるわけなんですけれども、いやマジでね本当に、個で勝負してもねたかだか知れてるしね何もできないわけなんでね、団結してね集団で勝負しないとね、なかなかね、勝負ができないというね、もう世界観なんですけれども、まあそれがねなかなかできづらいね世の中になったなっていうのをね改めてね、感じますし、まあ指導するときにね、まあ世代ジェネレーションギャップつったらね一言で終わっちゃうんですけれども、なかなかね若い人とねこのおじさんとのねこうねこのあれを埋めるのっていうのね価値観っていうのはね難しいし、それをね若者の要望をすべて叶えようと思ったらですね、じゃあおじさんたち世代がいなくなった後ね誰がその、要望を叶えてくれるねそのね、そのシフトとか例えばシフトとか、まあ、その仕事量とかをね誰が賄ってくれるんだろうって、まあ、でもその頃にはロボットとか AI とかで、まあ、賄ってくれてね、まあ、人がやらんでもよくなるのかなとかね、まあ、そういうのも思うわけなんですけれども、まあね、一つの利益をね手に入れようと思ったらですねもうみんなで手に入れて、あとはこう分配しないとですね、一人だけが頑張ってね一人だけがそうね取ってきてねやってないやつにね分けるっていうわけにはいかんわけなんでね、共産主義かと共産主義かというね、共産主義というかね、まあ本当に、まあ、それじゃあね話にならないわけなんでね、何のためにね、みんなで働いてるか意味がわからないんで、みんなでね、まあ、責任を分担ね、しないと、まあ、一人だけねやって、あとはね、じゃあね、何のためにね、いるのかもわからないから、もうそれやったらいらねえよという世界観になっちゃいますからね、まあ本当にね、団結ね、しないとなかなかね、まあ、そうやって、大きいね果実を手に入れることは難しいなというのをね、まあ、最近つくづくね思う、もうスクールウォーズを見ながらですね、思うわけなんですけれどもね、まあ、そんな昭和のねスポコン精神はねあんまりね今響かないだろうとは思いますけれども、ただねあれを見てね感動しない人はねあんまりいないと思いますけれどもね、逆にちょっと今ねゴールデンタイムでねまあいろいろちょっとね不適切なね表現等があると思いますけれども、まあそこをねぐっと目をね、ねつぶってね流すようなねなんか寛容なね心を持ったね日本であってほしいなと思いますけれどもね、はい、というわけでね、ね
まあ、個でね、戦うなと、ね、団結せよと、いうね、まあ、お話でございました。はい、というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、激鎮でした。ありがとうございます。